はい、それでは見て強くなるソフトテニス塾を始めていきます。よろしくお願いします。お願いします。はい、今日はですね、またネックスさんの方からゲストをお呼びしております。また平野さんと芦原さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今度はこれですよ、皆さん。何でしょうこれ。これって言われても多分なんだこれっていう、初めて見たぞって感じですよね。今日は平野さんに紹介してもらいながらやっていきたいと思います。はい、早速じゃあ平野さん、こちらの道具紹介お願いします。はい、今手につけてるもの、これ実はテニピン。テニピンって言います。かわいい名前。かわいい名前ですよね。いい色。これじゃあ何かというと、はい、まあ、テニスの普及用ので作られた競技って言った形で覚えていただけたらなと思います。テニスを普及させるための、そう、手軽に誰でもテニスができるよっていうのになります。なるほど。テニスっていろんなところで注目されてると思うんですよ。はいはいはい。それこそソフトテニス船水選手が今プロとして活躍してたり、うんうん、今大坂直美選手がいろんな大会で優勝して、いろんな、ね、ね、メディアとかで気づいたらテレビにね、テニスってワードがね出る、はいはいはい、ご時世になってきました。が、実はテニスの人口って徐々に徐々に少なくなってるんです。そうなんです。そうなんです。そう、結構みんななんか注目されてるから、もうみんなもテニスやってんじゃないって思ったら、年々テニスの人口って少なくなってきてて、なのでそれでちょっとでもテニスの普及をしようっていうことで作られています。はい、なるほど。はい、ちょっとテニピンのルール説明、ルール、はい、これだけ見ても何ぞやっていう状態だと思うので。どうやって使うんだろう。はい、使うものはこれが今みんながこう手につけてるのがラケットです。ラケット、これがラケットになります。はい、で、このラケットをこういう風に手の中にはめる、もはめるだけで設置完了です。はい、これでも打てる。これでも打つ。バックコア。で、ボールがこのこちらなんですけど、スポンジボールを使ってやります。はいはいはい。で、今ちょっとここのところには見えないんですけど、うん、ポータブルネットっていう形でミニネットを使って、はいはい、まあコートを大きく使うんじゃなくて、ちっちゃなコートで実際に打ち合って、はい、やっていきます。ルールとしては2人1組に、はいはいはい、そう、ダブルスみたいな形なんですけど、まあ、ダブルスといっても実際のテニスみたいに来たら打つじゃなくて、はい、1回打ったら交代。あ、卓球みたいな。そう、卓球みたいな、はい、ワンショット打ったら交代っていうルールです。で、もう1つ特殊なルールがありまして、はい、5球目からじゃないとポイントが発生しません。おお、優しい。3球目でミスしたらポイントが加算されない。加算されない、はい、なるほど。ですよ。なので、はい、1球目、2球目、3球目、4球目っていって5球目打った後じゃないと達成しないので、はいはい、ラリーが続きます。で、なぜそういう風にしてるかというと、やっぱりラリーをつなげる機会っていうのを作らないとなかなか上達ってできないんですよね。結局もう1球目ですぐミスしてラリーがつながらないですぐポイントになってってしまうと、はい、すぐポイントが終わってしまうし、はあ、私がすぐミスったからっていう、私のせいだ、私のせいかな、そういうふうにも感じちゃいますね。なりかねないんですよ。はいはいはい。で、やっぱりそうなるとやっぱ5球目以降っていうルールにすることによって、はい、そういうようなプレッシャーもなくたくさん打ち合えて練習になって、はい、っていうので、あの、みんなが始めやすいっていう、みんなに優しいルールですね。そうなんです、ね、とにかく優しい。とにかく優しい。テニスをこれから始めたいって人の導入にいい、ね、そうなんですよ。誰でも始めれるんで、そうですね、ラリーも繋がりますもんね。そうですね、はい、一番楽しさですね。はい、はい、で、またちょっとポイントも景色もちょっと違って、はいはい、前半3分間のポイント数と、はい、なるほど、後半3分間のポイント数の合計で勝敗を競うっていう形なので、時間制限で決められるので、絶対6分以上長くなるっていうことがないので、はい、簡単に、はい、できちゃいます。うん、はい、はい、これがね、テニピンです。テニピン、はい、ちょっとやってみたい、はい、実際にでもやってみたいかなと思うので、うん、はい、ということで、はい、皆さんで打っていきたいと思います。はい、はい、じゃあ行きましょう。行きましょう。よし、行くぞ。行くぞ。よし、ナイスボール。実際に
はい、コートです。で、これ長さ、長さは、一応テニピンのルールとして、はい、縦10メートル、うん、横5メートルで、ネットの高さは80センチっていうのが基本のルールになります。で、こうやって今あの専用のねポータブルネットを使用しているんですけど、もしもない場合はコーンをねちょっと立ててネットと見立てたりとか、まあ、学校とかだったらハードルを置いてみたりとか、正直ネットは代用はできます。ネックスの方でこちらあのネットは発売しているので、あの専用のネットにはなります。はい、そういう形で、まあ、先ほどゲーム形式、あ、こういう形で試合をやっていきますよって説明をしたんですけど、ゲームにするための練習方法を紹介していきたいと思います。じゃあ私が説明するので実際にやってもらいたいと思います、はい、これからやるのは1対1でもうラリーをつなげる練習、はい、もうミスをしないでできるだけ長く打ち合いをしてください。で、ルールはノーバウンド禁止です。ノーバウンドはダメ。ノーバウンドダメですよ。おう、まあ、こういう風にできるだけ長くラリーをつながるように、やっていきます。で、テニピンのルールとしては最高2バウンドまで大丈夫です。あ、2バウンドしても大丈夫、はい、優しい、本当に優しいですが、ノーバウンドはダメです。ダイレクトショットは禁止なので、そこだけ注意してください。なのでこうやってできるだけ長くつながる練習です。じゃあ次のメニューの、説明なんですけど、今度はコースを狙う練習、まあ、ターゲットを決めてそこにめがけて打ってみようっていう練習です。で、今はちょっとね的を設置させてもらったんですけど、まあ、実際的は何でもいいです。フラフープを置いてみたりとか、あの大きいコーンを置いてみたりとか、使うものは何でもお任せします。まあ、でも皆さんうまいのでこのぐらいちっちゃい的でもね、あと当ててしまえると思うのでやっていきたいと思います。本当にね、あのこうついてもらって打ったボールをこう渡してあげて狙っての繰り返しでやっていきましょう。では実際に当てちゃってください。はい、1球目届いていきましょう。あ、落として、あ、難しいよこれ、はい、意外と難しい。あ、これ、うん、これ終わんないやつじゃない。いや、むずいわ。はい、4球目。あ、集中しない。集中しない。集中。5球目。ちょっとね、1時間ぐらいかかるかもしれないわ。6球目。やばい、ここか。じゃあ、足も変えていきましょう。そこ難しくなってる。違う。ちょ難しい。いった。やりました。またね。前で上げた方がよかった。こうやってねコントロールできるようになると、まあ、実際に試合形式になった時に、まあ、すごいね、あの相手を動かすっていうような技術あると結構また楽しくなると思うので、こういう的を狙う練習すごい大事です。はい、ってことでちょっと2メニュー紹介させてもらったんですけど、はい、もうすでに楽しかった。まだね、あの試合形式じゃなくても十分楽しめました。楽しめたと思うんですけど、はい、ちょっとこの後はテニス型授業ってことで、はい、このテニピンが今体育の授業としてちょっと取り入れられる話をちょっと知っていきたいなと思います。さっきちょっと冒頭で話させてもらった、はい、まあ、テニス人口が今少ないですよっていう話したと思うんですけど、一番少ないのがだいたい10歳以上カテゴリーが少ないんです。なので、まあ、よく小学生から中高生とかの、まあ、10代が
今一番人口が少なくて、そうなってくるとやっぱ少しでもテニスを関わるきっかけがないと、中学生になった時とか小学生でもそうなんですけど、始めるきっかけができないので、このテニピン普及型テニスなんですけど、小学校のテニスの授業で今後取り入れていきたいなと思ってます。結構今学生指導要領の文言の追加で、テニスやバドミントンのを元にした優しいゲームっていうのが今後ちょっと文言として追加されてって、ラケットの授業を今後取り入れていっても大丈夫なような文言が追加されました。なるほど、はい、逆に今までなかったんです。なかったんですよ。びっくりだよね。まあ確かにやったことないです。高校生とかちょっとそこぐらいになったら授業でテニスがあったりとかしてたんですけど、やっぱ小学生ってラケット授業っていうのは今までやっぱ危ないんですかね。そうなの、振ってこう、はい、コートってどうするのとか、体育館とかでコートって言ってもそんなに大きい体育館じゃないよとか、さっき言ったように何かぶつかったりとかしたら怪我になるんじゃないかとか、あとまあ1人の先生が40人大体生徒がいるとして、まあ個人スポーツになっていく中で、まあ先生が1人ずつ教えれるのかなっていう難しいですね。難しいですね。ところもあったり、あとは用具、ラケットとかって結構値段ってするものだと思うので、まあ授業をするにあたって生徒分みんなのラケット用意できるかなっていう、もういろんなね問題があったんです。ちょっとね先生方にとっても難しいだろうなっていう内容があったので、やっぱ今までラケットのテニスの授業っていうのはできてませんでした。でも考えてみてください、うん、テニピンどうですか。できます。できちゃいますよ。できちゃいます。痛くないから。全然痛くない。見つかってる。大丈夫。ちょっと痛いけど。しかも、ね、そう、場所もね、場所が小さい。そう、そんなに広さがなくてもできちゃうし、はい、こんな簡単なルールだったら、はい、先生がね、一人ずつめちゃくちゃ細かく指導しなくてもできます。みんなもう打てばいいから、うん、なのでやっぱ今コロナ禍っていう影響もあるので、うん、接触の少ないスポーツってとても大事で、確かに確かに、やっぱりラケットの、ね、使う競技っていうのは人との接触が少ないっていうのも、うん、とてもいいところであって、人が混み合ってぶつかり合うような競技じゃないので、うん、バスケットそう、ねえってやってドーンってファールとかあるじゃないですか。そういうのもないので、本当にこれから取り入れるにあたってはすごい適してる、はい、時代にもマッチした。そうなんですよ、教材になっていきます。なのでもしかしたらまた来年度とかどんどん言ったら、もうこのテニピンっていうのが当たり前になってくる、はいはいはい、今は知らないけどね。そうそう、もう近いかもしれない。テニピンやろうぜって言ったらそれがすぐ通じるようなね、はい、世代になると思います。絶対いいです。なんか任天堂スイッチやろうぜより、そう、もう外でテニピンやろうぜってやったら一応行くかみたいな、テニピン行くぜになると思うので、はい、まあ、もしかしたら、これから皆さんの近くの小学校でもテニピンが流行るかもしれません、はい、ということで、あともう2メニュー、さっきの練習の内容をもう一回やりたいなと思いますので、はい、また移動していきましょう。はい、行、はい、きます。えいはい、ということで実際に次やるメニューはキャッチ&ショットって言って、1対1で1回落として打ったのをキャッチして落として打っての繰り返しをやります、はい、まあ、そうすることによってボールとの距離感のつかみ方とか、あとはあの相手を動かせる練習、さっきまとめだったりとかしたと思うんですけど、それをまたうまく使ってコートを広く使おうっていう練習になります。ではちょっと実際にやってみてください。はい、お願いします。いくぞ。はい、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 よいしょー、よいしょよいしょ、時間稼ぎ。
ぷい。はい。もう浅いのとか深いのとか、どんな。はい。そう。ぶり。どうだ。はい、これがキャッチャーのショットのレースです。はい、じゃあ最後にもう一メニュー行きます。次は実際に1対1で、まあ、実際のゲーム形式って2人1組でやるんですけど、1対1で、ポイントをちょっとやってみようっていう、形になります。本来であれば今これコート1面にはなるんですけど、これは半分に仕切って半面 の、 あの面積で、やったりするような練習なんですが、まあ、今回小学生ってわけじゃないので、もうスペースも結構広く使いたいなと思うので、1対1で戦いやってください。真剣勝負です。まあ、これは単純に練習だと思って、あのポイント途切れてももう一回すぐやってって形でやってってください。得点は争わなくて OK。 はい、お願いします。お願いします。はい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 、はいはいはい、やばい。2番してもいいんだよね。2番しても OK です。はい、で最初の席は1番、はい、そうです。ゆとりを持って、はい、はい、ゆとりを持って、はい、ゆとりを持ってやっぱあの、なんていうんですか、テニスやってるから1番で取りに行く癖ついてるから、逆に2番難しい。はい、でも初心者は時間あっていいです。はい、なんでもなんとかなるの。あと実際に今こんな形でいろんな4メニューやりました。ラリーをつなげる練習で、的を狙う練習で、キャッチ&ショットの打ったらキャッチして打っての繰り返しの練習で、最後、まあ、こうやってポイントを1対1でやってみようっていう練習4種類やりました。まあ、これはあくまでも試合のための練習になるので、これをうまく生かして試合にやっていくのが楽しさの一つなので、今やった4メニューを生かして、多分みんなで白熱した試合を後半でやっていきたいと思います。では後半に続く。